ST ドラフトリーグ開幕。うわやっと開幕だ。開幕戦だよこれね。開幕戦よ。待ちに待ちました。いやもう皆さん待ちに待ちました、ね、みんな待って2回同じこと言ったね。大事なことやから。大事なことやから。まあ3位で4位だから。うそうだね、前回ね、前回のビリとビケツだから。そうそうそう、ビケツ。ただしもうコメントでもありましたように優勝筆頭候補です。そう、多いのよ。そうです。なんかこの赤髪の方が優勝するみたいな皆さんの間違った考え。チームが強くなってますから。まあまあ、でも覇者がいるからね。覇者がいるからここには覇者がいるからね。覇者2がいるから。覇者2もいる。覇者2がいるから。なるほどね。うん、でまあ清江さんはね、ザコいからさっきまでずっと練習してたから。うん、まあまあもうオッケーだよ、練習オッケー。もう勝てるんだ。もうエンジン全開ですわ。おお余裕。もうではもう手加減なしで俺は1からもうフルボックです。うん、あーかかってきなさい。うん、俺もやりて早く。行きましょうか。うん、行こうか。さあ、地獄のホームグラウンド、神宮です、ね、やっとふざけたところじゃなかったね、河川敷じゃなくて。そうだね、ボロカス由来がいつも河川敷。ボロカス打たれるもんね。それではミレニアマイを選択します。おーデオリンクス。ミレニアマイ曇ってる。ダメじゃねえか、マインドスキャンできねえ。あなたの球種はミュートだ。全然似てねえし。ミュート、ミュートでいい。丸を押さないと始まらないんだよ。あ、違う、バカだよ。うわ、メッセージ好調じゃん。うわ、いいじゃん。これでいいや。誰やねん、お前、岡本って。岡本じゃ誰やねん。あ、浜で。お、やばい、エース聞く。あれ調子悪い。よ、いいよ、いいよ。勝てるぞ、お前。まあ、でも浜、浜言うから、浜だ。浜どれでしょ。あ、俺だよ。岡本でいいよ。おお、おい、いいんですか。岡本でいいです。いいのかい、君。はい、いいんですか、いいんですか。さあ、やっていこうか。おーい。まあね、舐めてると思うかもしれないけど、もう勝つから。うん、さすがに。やっぱり一人だけ意気込み半端ないもんね、やっぱり。半端ねえから19点。何って。なんで1分にいるの。もうやんな、目細いやつ。先頭バッターは大島、第1球投げました。真ん中ストレート、第2球。まあ正義も初めて使うから、もう球種が分かんないからね。ボール、カウントは最初はいろんな球種使ってくるでしょう、どうせ。打ちました、三遊間の当たり。あー、いいよ。開幕戦初のアウト。はい、オッケー。初の。俺これ多分パーフェクトいける。おっ、おっ、球場し打ちました。それは岡本パーフェクト。あー、もうロペス、普通に守備有名かな。俺の進化にロペスだ。ロペちゃん。皆さんの期待通りね、華麗に印象してみせますから。危ない球。おっ、いやいや、させないよ。させない、させない。バッター追い込まれました。我らね。おーい。さすがに。いいいいいい、次来たメッセ。もうドロップカーブ攻めだろうと思って。もう分かっていくから。やっべ、あーっと、やべやべやべ。うわ、おいよ、やめてるぞ。やめてるじゃないよ。打ちにくいからね、バントがいいんですよ。投げた。もうドロップカーブで攻めてくるから、こいつだけは。9割これ攻めていけない。要は。打った、当たり。おー、いいね。要は9割でしょ。オッケー。うぜえ、そのドロップカーブ。さあ、進化に。進化のペロス、ペロス。ペロス。投げた。初球打った。セカンド左へのゴロ。オーケー、あ、そーい。おー、オッケー。初回三者分散抑えて。いいよ。先行チーム、攻撃に入ります。はい、どっちもね、カーブだね。カーブいいね。俺、マジでカーブ苦手だ。オカモンいいな。スライダー、ボール、バッターよく見ました。オカモン 19.2 防御率なんて出ないぐらいのピッチングしてるな。打ちました、サードの左。あ、いいね。打って行けよ、ちゃん。打ちたい。これで2アウト、ランナーありません。初ヒット見たいよ、俺。ハイネです。初ヒット誰が打つか。ハイネです。投げました。2球目、ストライク。お、今のいかんと。デスパ行かないと。あー。今日は打ってくれよ。ちゃんと読んでいこう、読んで。今読んだんだけどね、それと。ゲレーロじゃん、やば。打ちました、初球。ブラシ。はい、オッケー、あとは。いやー、俺これ2巡目からね、正義に捉えそうだけど。徐々にね、捉えそう。やっぱ分かってるね、あの強いチームたちは。強いチームの反復は。いきなり153キロ。ちょっとストレート交えてきましたね。そろそろ投げました。ジャストミート。うわー、捉えました。捉えました。もう捉えましたか。正直ね、カーブじゃん。去年って分かったらいけんの。あ、ちょっと違えな。そうだ、俺がカーブマジで打ったみたい。えマジで。松田が打った。マジで。はい、OK です。あー、メッシやられるぞ、これ。結構みんな真剣だからね。セーフティーバントだ。ないぞ、これ。ボールを掴んだ。一塁送球。アウト。オッケー。いや、この2点痛いぞ。投げました。初球、高野からの空振り。いや、大丈夫でしょ。
防御率がおそらく1位ですから打ちました。ファール。正義接戦の負けだもんね、いつも。投げた。打った。フラフラと上がった打球はピッチャーフライ。いや、マックス打ってくれたぜ。挙兵よいしょ、2点ぐらい。いいね、マックス。3回の表、2点を追いかけます。先行チーム攻撃に入ってタイミング遅いよ。決まったストライク。行かないと京ちゃん。ボール。次は4球目。投げた。スライダー。おいおい。マジかよ。森友森友。左バッターボックスは8番森。第2球。森友学園。打ちました。これはファースト。ああ。やばこれマジパーフェクトかよ。お前。そのままベースに入ってツーアウト。右バッターボックスは殿崎。投げた。外角低め。しっかり。ストライク。投げた。外。ボール、いいよね、ちくしょう。さあ、4球目。くそ遊ばれてんじゃねえかやばいぞ、岡門にお前。おい、いいピッチャーだね。彼ラストバッターから始まります。やばい、この回コールドだったらやべえぞ。いや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 、投げました。打てないから、いきなりセーフティーバント。あ、セーフ。あ、ファールや。ファール、ファール、ファール、ファール。ファール、ファール、ファール。ファール、乗ってるね。打ちました。内野ゴロ。うざいね、カーブが。やっぱね、そう。惜しい。いいですよ、9割カーブ。第9球秋山やばいよお前投げました秋山めっちゃオーケーいや技ありだねやっぱ翔吾さんすごいわ素晴らしいレブイズ今の技ありだねバッターボックスはサードゴロに倒れていますいやもうなんか軌道読めてるもん正義1塁ランナー出たキャッチャー2塁送球間に合うかわあ足速え先行チーム外野は浅めの守備を取ります打った打球は三遊間へ一塁をクリップセーフ一塁はセーフ。わあ今いい。やばいよなこれ。ああやばい。ペロス続きます。投球ストライク。キャッチャー送球。二塁はセーフ。よくねえなお前。はいオッケー。ああいかんだ。終わった。ああ。おお危ねえ。いやあとまだ1点でコールドですけど。やばいぞ。あと1点でしょ。まだ1点までオッケーでしょ。1点まで1点取られた。終わりだ。ああ大丈夫大丈夫。やばいマジで耐えてマジで耐えて。第2球投げました。2球目ストライク。いろいろね使って投球はこれから3球目打ちました。あオッケー。あセーフや。取った。あマックマックマック。バック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 。先行チームなおもピン。終わるかここで。おお。これから2球目高めに。おお。高くねいいよ。二塁送球。おやばい。うまいうまいうまい。あ、危ない危ない。そうそうそう。こういうとこ、こういうとこ、こういうとこ。怖いね。ここら辺はね、野球知らないの。ああ、終了。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 これ3回裏か裏。はい。参考記録ながら雨降ってます。ああ。まあ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 、これが現実でしょうね。そうですね。まあ。この首脳陣のため息よ。まあ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 よく頑張った。まあまあよく頑張った方だと思うよ。今日は。参加もノリさんはねパワープロスタジオパワープロスタジオ。あのゲイちゃん大事にしてますから一番。やっぱね開幕戦こんな感じで終わってほしくなかった。どうすかノリさんあの感想は。ああ。だからあれだよもうメッセは俺にしか通用しない。大輝だけなんですよ。大輝への配球を俺にしたところで意味ない。そうなんだ。だから俺の時はメッセ絶頂がマジ俺の希望。希望です。まあでもリボンとかね新しいメンバーが入ってきたから。そう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 。まだどうなるかわからんけどね。まあもう正義はもう捨てるもんねこの試合は。正義以外のメンバーで勝っていくっていう。よく言うよ。全然そんなこと言ってない。ヒットが打てない打たれる気しなかっただよね俺もう打つ気しなかった見ててでもそれ俺なんだよこいつがメッセージ来た時俺打てる気しないんだよメッセージやばいよマジすごいここでねここの試合場見たいねここあそうそうこれ多分みんな知らないと思うけどこいつらプライベートでやってこいつ勝ってんそれ勝ってるんだよね負けてます1対0で勝ってん負けてんだよしかもメッセンジャーだからもしかしたらワンチャンあるな言っとけよお前俺本番強いからねパープルだって俺プライベート俺正義に普通に俺コールド負けとかしてるから普通余裕で本番に強いんです本番に強いからこの男はでもあれですよちゃんとこの大会始まってからはちゃんと当たる人とは戦わないようにしますそういうことあそれはしてたねまあ何の意味もなかったけど何の意味もなかった結構俺と恭平が練習試合とかするんだけど何の意味もなかった大体負けでしょすんごい俺は恭平避けてたけどね全然意味なかった次は大輝対俺はいここ前のね決勝ですから
もう勝ち見えてるけどね。ああ俺が勝つってこの一勝が優勝への一勝ですからね。そう、 そうやね、はい、俺絶対負けられない。僕みたいな消化試合じゃないですから。消化試合にひどいよ、ね、まあここはもうなんか、うん、消化試合ああっていう試合ね。頑張れよお前、もうあんなに選手取ったんだからさ。なんでかな、降格だよ本当。あるよね、うん、あるね、あるよマジで、まあ、一勝もしなかったらもう降格でしょ。一勝するでしょ、うん、もう剥奪ですよ、うん、SD リーグから。わかりました、一勝ですよね、はい、一勝してください、うん、どっかですよ、どっかで。本当に俺のダークホースだからこいつは。マジで真面目に優勝を目指せ。恭平が負け続けてしまうと、うん、その恭平対誰々ってなった時に、あどうせ恭平負けるんだっていう感じで見ちゃう。確かに、あ確かに確かに、それはあるわ。それをねやっぱそうだよね、そうだよね、動画で一回も勝ってないもん、うん、ターン勝てなそう、うん、もうターンとか言ってる時点で。よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。しゃー、次は絶対に勝ちます、僕は。僕も勝ちます。うん、見といて、初戦大事なんで。はい、とりあえず正義おめでとう。おめでとう、正義優勝へ、1位でいきます。はい、えー